はい、ではこの野口さん、ね、さっきも言いましたけど最初はなかなか厳しかった、できない部分多かったけど、本当にこのコースの教育ラボで頑張ってくれたおかげで、まあ、もちろん彼女の努力もあって、ね、できるようになり、国学院大学新東学部合格というね、勝ち取ったと。そう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 、そんな野口さんに最後、受験生に向かって、これからの受験生に向かってメッセージをお願いします。受験生に向かって、そう、受験生に向かって、これから栄養入試で大学を受験したい、してみようって思っている方は、できるだけそう思った時に始めるのがいいと思います。やっぱり短い時間よりも長い時間の方がどうしてもより良いものを作りやすいので、できるだけ早く始めることを勧めます。うん、そうだね、はい、受験生の皆さん頑張ってください。